負けた将棋の棋士が、今の僕の感性では無理でしたって言ったよ。今の僕の感性では彼の手に対して要するに打つ手がなかったという。感性っていうのはね、すげえと思わない？普通だったらなんか今の僕の実力ではあの手に対しては対応できないとかならなんかわかるじゃん。あと今の僕の力ではとか。違うの、もう迷わずはっきり言ったり、僕の感性では無理だと思いますって。今の僕の感性では無理だと思う。すごくない？感性の勝負をしてね、技術じゃないんだよ。みんな技術って思っちゃうんだね、多分。要するに技術って思ってるやつは多分二流なんだよね、まだね。もう超一流になると感性と感性の戦いなんだね。それでその藤井さんを育てた師匠がさ、その後さ、なんて言ってたかって言ったら、彼のあの柔らかい感性ってのは小学校の時からですよって言うの。ああいう柔らかい感性を持ってたって。だからたまに突拍子もない手を持ってきた。ところが技術が備わってないわけよな。だから師匠が今回のあれ見て、今の彼の実力と彼の柔らかい感性が融合した瞬間でしたって言ったよ。すごくね、それ。もうなんかアートな話、これ。なんかそう、わかるでしょ。だからやっぱりね、頭いいっていうのもね、本当に良かったらね、本当に超越したらね、全部想像できちゃうんだよ。さっき言ったけど、頭でっかちになるのは良くないんだけど、本当に本当の頭でっかちになって、もう超頭でっかちになったら、体を動かしてる感覚って分かるぐらい頭いいね。それを俺は将棋の棋士に見るね。感性、要するに分かる、ものすごい感性を持ってて、それは卵なのだけど、技術とか実力がなかったら役立たない。それを藤井君の師匠が言ったわけよ。若い頃にからあったんですって、この感性は。柔らかい感性の持ち主だったってね。だけど若い頃は技術がないから、その感性だけだとやっぱり勝てないわけだ。それが初めて融合した気がしたって、その若い頃から持ってた感性と彼の実力っていう、実力って言った、その師匠は。今の彼の実力と彼の柔らかい感性が融合した瞬間ね。つまり感性は備わっていたが、それを使うための実力が今になって備わってきたってことだよ。だからその感性が光ってくるわけ。だから元からどっちがあったのか、感性だよ。踊り手も同じだよ。もともとに感性があって、自分の理想形があって、ところができないんだ、技術がないから。それが体を鍛えていくことによって、初めてもともとあった感性が現実に見れるものになっていくっていうのが理想の姿だよ。だから感性がなきゃもうお話にならない。死に物狂いで稽古しようが何しようが、感性がなかったら、自分の体が感性系をやっている形であったり、エネルギーであったりっていうものをが自分の中になきゃ、稽古はただの肉体労働で終わっちゃうよ。それで体壊して終わりだよ。なんで稽古するのかって言ったら、自分の感性が追い求めてるものがあるわけ。それが今の筋肉とか今の感じはできないから、その自分の感性が描いていることを実現化するために稽古がある。だから感覚っていうのが大事なんだよ。感性に裏付けされた理想の姿があるってことだよ。それがなきゃ何のために稽古するんだと。藤井君はあったんだと思うよ。こういう手を使ったらみんなが絶対びっくりして相手を任せる。ところが実力がなかったらできないで、打ちのめされて打ちのめされて打ちのめされた。ところがそこの感性を失わなかったわけだ。で、実力をつけたわけ。じゃあなんで実力つけるまで打ちのめかされてもくじけないでやってこれたかったら、絶対その自分の感性を信じたから、それが絶対なんていうかな、すごいことになるっていうのをもう分かってたの、自分で。だからこそ耐えられたの。だからやっぱりそうやって最後まで何かを成し遂げるにはさ、
やっぱり理想っていうか夢だよな。夢がなきゃできないよ、やっぱり。ね。だから今なんかはそういうことはすごくいい時間だと思うよ。考える。今こそ、なんていうかな、考える。それが踊りというちっちゃいスケールのことじゃなくて、どういう大人になりたいか、自分が理想とする自分の将来像、そこに立っている自分はどういうものの喋り方をして、どういうものの食べ方をして、どうやって人と接して、どんな話し方をする人なのかって想像して、そういう人間になろうとしていくことっていうか、それをやった結果踊りも良くなってたとか、生きることも上手になってたとか、そういうふうに、なんていうかこう、そういうもの、そういう人間になるための道具、ツールとして踊りを使っていくっていう考え方、それが大事だと思うよ。それこそが大学での舞踊の学習だと思うよ。な、もうその辺のお稽古場で子供で練習してるんじゃないんで、うん、ね、OK、 考えてみてください。お疲れ様。